デレック・ベルは、イングランドのミドルセックス州、ピナー出身の元レーシングドライバーである。ベルは、スポーツカーレースで、高い成功を収め、ルマン24時間レースで5勝を挙げた。また、フェラーリ、サーティース、テクノより、F1 にも参戦した。ビートクロフトレーシングのブラバム BT26 を、ドライブする、デレック・ベル・フェラーリ312バイトサンスパザニープ。 テストカーをドライブするデレック・ベル農場で育ったベルはベーガムン近郊でオートキャンプ場の経営を手伝い1964年にママ父のバーナード・ヘンダーの勧めによりロータス7でレースを始めた翌年には F3 へステップアップしロータス31をドライブした1966年にロータス41にマシンを変更するとグッドウッドサーキットで 初勝利を収め、1967年には7勝を挙げることに成功した。1968年、ベルは F2 にステップアップし、KF の持つチャーチファームレーシングより、プライベーターとして、ブラバム BT23C で参戦した。ここでベルは活躍を見せて、フェラーリの注目を集め、モンツァで F1 デビューを果たした。1969年には、 シルバーストーンのレースにフェラーリで参戦し、イギリスグランプリにはマクラーレンの 4WD 車、MQA で参戦した。MQA の F1 参戦はこのレースが唯一であった。ベルはスティーブ・マック・イーン主演の映画栄光のルマンに多くのドライバーと共に出演した。ベルは撮影中に幸運にも難を逃れている。ベルのドライブするフェラーリ512は あるシーンの撮影に入るところで突然出火した。ベルは車両が炎に包まれる直前に脱出することに成功し軽い火傷を負っただけで済んだ。車両は大きな損傷を受けたが後に再生された。ベルは1970年のヨーロッパ F2 にも参戦しマーチをドライブした。1972年にはテクノ F1 チームより何ギありのチームメイトとして参戦した。 その後は、サーティースチームから何度も参戦したが、スポーツカーレースにおいても高い評価を得た。ベルは、スポーツカー世界選手権タイトルを2度獲得し、ベートナ24時間レースでは3勝をし、ルマン24時間レースでは5勝を挙げている。ベルは、ポルシェの936、956、962で参戦した多くのレースで、 ジャッキー・イクスと組んでおり、モータースポーツ誌での著名なペアの一つとみなされている。ベルは、モータースポーツへの尽力が認められ、1986年に大英帝国勲章オンベを除勲した。1996年、ベルは、スペクトル R42 プロジェクトのチェアマンに就任したが、プロジェクトは失敗し1997年に解体された。2001年、ベルは、 ベントレイのコンサルタントに就任し、2003年のルマン24時間レースでの勝利に貢献した。その後ベルはアメリカとボグナーレジスを行き来する生活を送り、F1 レースのコメンテーター、ヒストリックイベントでのドライブ、ポルシェの大正規となった。ベルの息子、ジャスティン・ベルもレーシングドライバーになった。ベル親子は1991年のデートな24時間レース。 1992年のルマン24時間レースでチームを組んだ。2008年のデートナ24時間でもコンビを組んだが、デレックが乗車する前にレースをリタイアした。ありがとうございます。